ラゲツキー級戦艦。ラゲツキー級戦艦は、オーストリアイコール、ハンガリー帝国海軍の戦艦、である。順路級戦艦に数えられる。全級までのオーストリアイコール、ハンガリー帝国海軍の戦艦は、同時期の他国の戦艦と比較して有速であった。反面、艦型が小型であったことから、主砲口径は24センチメートルであり、火力において劣っていた。 本級は、手法として30.5センチメートル法を採用し、副法も大口径化して、火力の大幅な増強を図ったものである。本級の建造は全級エルツヘリツをく、カール級戦艦が収益を始めた1905年から、計画され、同級と、並行して1907年から1910年に、かけて三隻が、トリエステのスタビリメントテクニコトリエスイーノで寄港した。 各艦は、それぞれ帝国内の名家や貴族にちなみ、ラデツキー、エルツ・ヘルツォーク・フランツ・ヘルディナント、ズリーニと命名された。本級は、エルツ・ヘルツォーク・カール級と比べ手法、副法ともに後継を大型化し、また全級では副法を、ケース名と、装甲砲座配置としていたが、本級では、左右原則の前後に一機ずつ搭載した、連装式の副法等に収め、 射撃式の効率化も図っている。ケースメイトには、より小口径の速射砲を搭載した。複砲の整理により、艦上構造物の配置も整理され、羅列キー級はスマートな外観を持つ戦艦となった。本級の船体形状は還元の高いカ甲板型船体で、艦首には、昇格が設けられていた。手法は、 前後看板上に 30.5cm 連装手法等各一機をダブルエンダーで配置。艦中央部に環境、ミリタリーマスト形式の端足の前後小2本の煙突がある。ミリタリーマストとはマストの上部あるいは中段に警防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲、速射砲を配置したものである。 これは、当時は、水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために、遠くまで見張らせる高所に、大水雷撃隊用の速射砲あるいは、機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦に多く用いられた様式であった。本級のミリタリーマストは外部にはしごを持つ、円筒状となっており、長部と中段に見張り台が設けられていた。 本級の手法は、帝国内の火砲メーカーである、シュコダ社の新設計の1910年型計 1030.5cm45 口径砲を採用した。当時の 30.5cm 砲弾としては、重量級に属する砲弾重量 450kg の鉄砲弾を最大行角20度で射程2万 m まで届かせることができた。砲弾の装填機構は、 行角2度の固定角度装填形式で、方針の不良能力は、行角20度から深く3度であり、旋回角度は、守備線方向を0度として、左右140度までの旋回が可能であった。発射速度は、毎分2発であった。本級は、複砲として、装甲巡洋艦の主砲並みの主砲だ 24cm45 口径砲を採用した。この砲を、 くさび型の連装複砲等に収めて4機を搭載した。耐水雷艇用として、シュコダ計 1110cm47 口径単装砲を減速ケースメートルに20機装備した。近接戦闘用としては、シュコダ 7cm50 口径速射砲を単装砲がで6機、オチキス 47mm43 口径機砲を単装砲がで4機、 オチキス 37mm、23口径号連装、回転式機砲を4機搭載した。他に、陸戦用として 7cm、18口径野砲2門を搭載した。水雷兵装として 45cm、水中魚雷発射管単装3機を装備した。第1次世界大戦が勃発すると、本級は、オーストリアイコール。 ハンガリー帝国海軍の主力艦の一つとして実戦に参加当初は英華海で後にモンテネグロとアルバニア近海で活動したしかしながらその活動は様々な要因により限定的なものとならざるを得なかったネームシップのラデツキーは1914年10月に反オーストリアを掲げたモンテネグロ王国軍を支援していたフランス軍のコトルの砲台に砲撃を 加え、これを破壊した。1915年5月24日には、本級山隻は重要港となっていた、イタリア沿岸部の砲撃を実施した。エルツ・ヘルツォーク・フランツ・フェルディナントは、主力艦隊と共に、アンコーナを砲撃した。ズリーには、セニガリアの港湾施設を砲撃し、ラデツキーは、ポテンツァの鉄道橋を砲撃した。その後、オーストリアイコール。 ハンガリー帝国海軍は、数的に優勢な連合国側海軍との無理な交戦を避けて戦力を維持し、連合国側が一定の戦力を控え受けせざるを得なくする戦略、原存艦隊主義を取り、本級各艦についても温存策が取られることとなった。1918年10月までに、オーストリアイコールハンガリー帝国はイタリアによる接収を防ぐため艦隊を、 ユーゴスラビア方面へ移動する準備を行った。帝国自体は10月27日に連合国に降伏し、ハンガリーが独立してオーストリアとなった。両内各国の独立によりオーストリアは海岸線を失って内陸国となり、そのため残存する艦隊をいずれかの国家に引き継ぐ必要が生じた。イタリアが艦艇を接取して軍事力を増すことは、 特策ではないと考えたオーストリアは帝国から分離独立した新生国家スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国に海軍を引き渡すことを取り決めた。11月11日にはカール一世が対して訂正が廃止されたが、その前日である11月10日にはスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国の士官は船員を集めてラデツキーとズリーニを相関し、 これらをプーラから離脱させた。しかし彼らはプーラの防波堤を出たところでイタリア艦隊が接近するのを発見した。ズリーニ・トラデツキーはアメリカ海軍機を掲げアドリア海をダルマチア・スプリト近海のカステッリワンまで航行した。彼らはアメリカ海軍の部隊に対して会合し幸福を受諾するよう訴えた。 付近にいたアメリカ海軍の苦戦艇の一部隊がこれを受け入れた。しかしながら、講和条約締結の過程で戦勝国となった連合国は、オーストリアとスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国間での艦隊上と協定を承認しない運びになった。そして、連合国は各々オーストリア艦船を接収することにした。 最終的にベルサイユ条約とサンジェルマン条約による取り決めにより三隻はイタリア政府へ引き渡され、1921年にエルズ・ヘルゾーク・フランツ・フェルディナントとズリーニが、1926年にラデツキーが解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。